河西智和3月8日から2021年1月9日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍上等飛行兵装。第二次世界大戦における戦闘機パイロット。共同撃墜10機を記録。1926年3月8日、兵庫県滝郡篠山町の農家に男3人女2人の兄弟の末っ子として生まれた。 体は大きく運動神経も良かったが、乗り物に弱く、バス酔いする体質であった。大鳥なる中学2年の時、母校の先輩でありと洋爆撃で知られていた、小谷雄二隊員の気境講演を聞いて感動し、海軍航空隊を志す。中学4年の時、公衆予科連に合格する。同期生に、神風特別攻撃隊、四季島隊隊員となった、谷信夫がいる。 1942年4月1日、皇妃10期生として土浦空に入隊。1943年5月、余科練修終了。第32期飛行練習生として、霞ヶ浦か内とセブン県体で、初歩飛行訓練を受ける。10月31日、飛行練習生協定終了。11月1日に飛走に昇進。11月3日、徳島空付け。 戦闘機専修過程を受ける。通常の戦闘機操縦過程は約6ヶ月間行われていたが、当時は戦争で登場員不足が深刻化しており、後期10期生は20日間で卒業を言い渡された。1943年11月23日、第263海軍航空隊に配属。六十三空は内南洋防衛のために松山で開け隊され、 熟練搭乗員は少数で、大半は、後費10機などの若年搭乗員だった。1944年2月末から3月中旬の間に263空の零戦49機がグアムに進出。戦闘で、機関搭乗員は戦死し、カサイら若年隊員が中核となった。1944年4月中旬に、空戦の神様と呼ばれた。 杉田将11悲壮が着任、葛西は杉田の列機を務めた。杉田は着任した日に、俺の愛する列機恋と、葛西らを呼び酒盛りをした。葛西は杉田を静かな豪傑肌の人と表し、軍生活を通じて、しっかりと空戦の指導をしてくれた先輩は杉田だけで、あったと回想している。特に空戦では、変態から絶対に離れないことを教え込まれ、 落とそうと考えず一番機が打ったら、小準機など見なくてもいいから、一緒に打て、それで、共同撃墜になると言われたという。また、ひねり込みなど、説明の難しい技術も、変態訓練で、杉田の後に続いていくことで覚えられたという。4月25日、グアムに飛来した B-24 の迎撃に参加。これが火災にとって、初の戦闘となったが、 距離感がつかめず、遠方から射撃してしまい、期間後に、杉田から厳しく叱られた。5月1日一飛早昇進。5月末、263空は、連合軍の美白島上陸に応じ、ハルマヘラ島、カウキ地に進出。しかし、米機動部隊がマリアナ諸島に接近し、ペリリュー島へ引き返した。6月18日、 サイパン島沖の米上陸艦艇への攻撃に参加。カサイラは3 0ラム爆弾2個を抱え、ペリリューからヤップ島経由で向かい、爆弾投下に成功した。しかし、敵の対空砲火が激しく、多数の敵艦載機にも追われ、カサイは変態から逸れたが、無事にグアムへ帰還した。六月、アゴー作戦により六十三空は壊滅。カサイラ搭乗員は、 輸送機でペリリューに撤退した。1944年7月10日、263空は解体第301海軍航空隊、戦闘301飛行隊に編入。ダバオに滞在中、カサイラは喧嘩になって相手を殴ったが、その相手は陸軍憲兵であり、カサイラの身柄引き渡しを301空に要求した。隊長、菅野正大は、 そんな奴は知らないし、部下は渡さないと断ったが、再三要求され、それを避ける意味もあり、関ノは派遣隊として、葛西らを率いて、ヤップ島に移動。7月10日から23日、ヤップ島で B-24 の迎撃に参加。葛西は、この戦闘で一度被弾し不時着水して、救出されている。派遣隊は、撃墜17機撃破46機の戦火を挙げ、 第一航空艦隊司令長官から表彰を受けた。葛西は表彰で書かれたほどには落ちていないだろうと戦後語っている。その後はセブ島へ引き上げ、葛西らは班長爆撃の訓練に入る。10月、損耗した冷戦を補充するために本土に派遣された官能隊長とした空輸隊に参加。冷凍機械戦直後にまばらカットに帰還。10月27日、 神風特別攻撃隊中誘隊の直営任務に参加。火災と同期の野々山直も特攻隊員に含まれていた。火災によれば、野々山は直営が火災と知り、よろしく頼むぞと明るく話していたという。11月1日、上飛走に昇進。11月、前線基地のセブ島に着陸した艦の隊は、現地部隊から機体不足を理由に冷戦を取られた。 中高に便乗して、マニラへ帰還することになるが、途中、P-38 に襲われ、もうダメです。皆さんが諦めてくださいと、中高操縦員が告げると勘野が、どけ、俺がやると操縦を交代して危機の追撃を振り切り、ルバング島へ、富士儀、脱出直後中高は爆破された。特攻直演に任務が続いたが、火災は、杉田昭一に連れられ、杉田と共に、 司令の玉井中佐に特攻の志願を行う。しかし、玉井は特攻はいつでも行ける。俺の代わりに内地に行って、兵部隊の墓参りをして来い。そこで菅野に交流し、指示に従え、と言われた。内地に帰還する途中、台湾で米機動部隊襲来に遭遇し、現地部隊から特攻を命じられて待機したが、内地で菅野が待っているから行けと取り消された。 関野と合流後、252空に編入され、王家の直営任務に当たる予定と説明されたが、その後取り消された。1944年12月、第343海軍航空隊、戦闘301飛行隊に参加。火災によれば、解体まで横須賀航空隊に仮入隊で訓練に入ったため、 全員分の寝具もない状態で、隊員は毎日外出許可をもらって、基地外で宿泊し、それを咎められたが、隊員はそれに構わず外出を続けたという。隊長の菅の隊員がどこかいい基地はないかと尋ねた。際に、火災は263空所属時に滞在した松山基地を推薦した。理由として飛行場がいいこと、松山の人たちが親切なことを挙げた。菅のはすぐ試練で、 松山に飛び、翌日上期限で松山に決めたという。また、火災は当時体が大きくなり、体重も9 0ラム近くになっていたので、艦の隊長から戦闘機操縦員としては、重すぎるから艦幕に移れと言われ、それを本気にした火災は、その晩、艦路に戦闘機に残してくださいと泣いて、頼みに行ったという。1945年1月に、 杉田正一が343空に着任すると、葛西は杉田区の二番機として杉田に学びながら後輩の指導も行った。3月19日、343空は後、空襲洋撃戦がウ人となった。当日、葛西は下痢腹中のため兵舎で寝ていたので、杉田に、お前みたいな奴は俺の列機に入らん、卑怯者、そんなに怖かったら、 搭乗員をやめろと叱られ、火災はどうしていいかわからず、泣いて謝ったという。沖縄戦の開始に伴い343空は、かのやに進出。4月12日、火災は F6 回の日機撃墜を報告するが、過ぎたから、ちゃんと海に落ちたのを確認したか、確かに煙を吹いてはいたが、あれは、向こうが逃げただけで不確実だと叱られた。また、 杉田の2番機だったのに変態を離れたため、滅多に手を挙げる人ではなかったが、この時はビンタを2、3発受けたという。火災は杉田が、乱戦の中でもそれた自分を見ていてくれたことが、ありがたかったという。4月15日、敵機接近の砲を受け、343空は、迎撃体制に入るが、来週した F6 階が、近距離まで迫っていたため中止が命じられた。大部分は、 命令に間に合い、発進をとどまったが、杉田隊はすでに発進体制に入っており、杉田機は発進の途中に撃墜され戦死した。宮沢と読み一悲惨の登場する3番機も杉田に F6 階が気を取られている隙に発進したが、直後に悲劇つい宮沢は戦死した。葛西は、整備員が戦闘機のチョークを外さずに避難したので脱出したという。直後に、火災機は、 敵の攻撃で破壊された。火災によれば、中止命令はその時までに届いていなかったという。4月17日頃、鹿野屋基地から10メートルほど離陸した火災は、発動機の故障で小山に激突し右足を骨折し、霧島の海軍病院に半月ほど入院した。原神のる司令と、芝都志夫飛行長が缶詰を持って直々にお見舞いに来たことに感動したという。 早く復帰したい火災は無理やり期待したが、菅野隊長に走ってみろと言われたが、足を引きずってまともに走ることができなかったため、そりゃダメだと言われ当時に戻された。8月15日に鹿野屋基地にて終戦を迎える。火災は日本が負けるとは思わなかったという。グアム、南方諸島、フィリピン、沖縄、本土防空と最も過酷な負け戦の時期を戦ったため、 勝ち戦を経験してみたかったと話している。火災は最弱年登場員に属しながら、単独共同撃墜数は約10機である。終戦時に、司令の源田実ル大佐が、高等五次作戦の参加者を秘密裏に募るため、源田司令は敵国に、日本が蹂躙されるのが忍びないので自決すると宣言し、巡視官以上で侵中したい者の,の参加を呼びかけた。火災は、 歌詞館だが、この呼びかけに参加しようとした。しかし、源田司令から、皆ありがとう。俺と一緒に死んでくれるのはありがたい。しかしよく聞け。若い歌詞館は、まだまだこれから人生がある。日本は、この戦争には負けたが、必ずや生きていれば二度目のお召しがあるだろうから、それまで距離に手待てと諌められて諦めた。自衛隊の発足時に、源田司令から声がかかり、 参加しようとしたが、身内にパイロットとして戦死した者もいて家族からも、パイロットだけはやめてほしいと反対され断念した。戦後、杉田昭一の遺族が慰霊式にいないことに気づいた火災は主催者の死が年をに尋ねると、杉田の遺族が戦後新潟から大阪に移動していたため、連絡先がわからなくなっていることがわかった。火災はわずかな手がかりから、 杉田の遺族を探し出し、母と弟に杉田の戦死した場所も案内している。福音後、火災は大阪セメントに入社、ここで定年まで勤めた。2021年1月9日、慢性心不全のため、兵庫県甘笠市の病院で死去。94歳没。ありがとうございます。